駅前駅名標、枝光駅は、福岡県北九州市八旗東区枝光2丁目に、ある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は、JA24。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。1番乗り場に、鹿児島本線下り列車。2番乗り場に、鹿児島本線上り列車が発着する。JR 九州サービスサポートが、 駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている。自動改札機を備え、守護下の使用が可能である。1980年9月30日以前は快速停車駅であったが、翌10月1日に行われた特別快速と快速の統廃合と同時に通過駅に格下げされた。その後1990年にスペースワールドが、 開園した際は、スペースワールドへの最寄り駅として位置付けられ、駅構内にスペースワールドのイメージキャラクター、ラッキーラビット、ビッキーラビットのイラストが描かれ、早朝及び夜間の一部を除く快速列車が再び停車することになったほか、一部特急列車も停車していた。しかし、1999年のスペースワールド駅開業と同時に、快速は再び通過となり、 イラストも消されている。スペースワールドのイメージカラーの塗装が一部に残っている。2019年度の1日平均乗車人員は2955人である。JR 九州及びと受け北九州によると近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。古くからの市街地にあり、民家や商店が密集している。駅の西側約150メートルの場所を 鹿児島本線の貨物専用線が通り、南東、約200メートルの場所には、日本製鉄や和田製鉄所交際鉄道が通っている。当駅と和田駅との間の旧ルートは旧カーブかつ、朝に巡行となることから、ブルートレイン撮影の名所だった。鹿児島本線、江田三駅の東側には、かつて西日本鉄道北九州線、江田三線の江田三駅前停留場があった。 枝高線中央町、枝三駅前間の開通に伴い、1923年11月13日付で開業したもの。この付近の枝高線は、枝三駅の前を通る県道558万戸端線の東側に並行して新設軌道として付設されており、東底流上も新設軌道上にあった。上下線それぞれに上向上ホームのある2面2線の構造で、 駅員配置はなかったが、上り線ホームに待合所が設けられていた。1985年10月20日の枝光線全廃に伴い、同日付で到底流場も廃止となった。ありがとうございます。